ン下は、1993年11月から、ルーブルに変えて使用されているカザフスタンの通貨単位。国際通貨コードは、KZT。補助通貨は、T インで、1ン下イコール 100T イン。通貨記号は、カザフ語などの特設書語における、ン下の語は、メモリという意味である。この単語は、特設語で均衡、等しいという意味を持つ T マイナスを由来としている。ペソ ポンド、リラも同じような命名がされている。この通貨の名前と関係する語彙として、ロシア語でお金を表す。電気があるが、これもまた、特設語に由来する。1.0イコール0.294046円である。ソビエト連邦崩壊後、カザフスタンは CIS 内で自国の通貨を導入するのが最も遅かった国の一つとなり、1991年にデザイナーの 特別委員会が設置された。1993年12月の大統領令、カザフスタン共和国の通貨導入についてが布告された。1993年11月15日から天下が流通開始され、11月15日がカザフスタン共和国通貨の日とされた。当時天下紙幣はイギリスで印刷されていたが、1995年には、 国内に印刷局が開業した。天下効果は当初、ドイツで駐造された。天下通貨記号2007年3月に、カザフスタン国立銀行が、天下通貨記号を、承認、発表した。この通貨記号は2008年3月に、ユニコードに提起され、U プラス 20B8 として登録された。2010年欧州安全保障協力機構会議の、 カザフスタンでの開催を記念した先天0 0点年紙幣。ありがとうございます。